安倍首相、地方票6割、自民総裁参戦濃厚というね、自民党総裁選に係るニュース、続けて深入りりままいそれであの、総裁選は実は<え>あ、まあ、始まったばっかりっていうか、はい、あの自然災害の対応で、<え>事実は今日からようやく始まるんですけれども、えはいえー、このニュースの,この今、読んでいただいたところまででも、大体、あの奇数は。 はっきりしてるわけですねどちらが勝つかということについてははっきりしてます、そのどういう表になるかはまだ分かりませんが、うん、それであの今日申し上げたいのは、なんか自分の話するようで申し訳ないんですが、はいえー、報道でご存知の方もいらっしゃると思いますが、僕が安倍総理の側の側人になってます、はいはい、でそのことに関連してあのお話しておきたいんですね。これも、ま 実は数はごく少数だったんだけども、はい、あのブログへの書き込みその他頂い,いててですね、はいえー、例えばこういう表現がありました「その青山さんは派閥に属さないそれから自由民主党の派閥だけじゃなくて都道府県連にも属さないから政治研究も受け取らないそれから後援会も作らない」ということで政局から一歩身を引いていると思っていたのに。はい なぜ一方の側の安倍総理の推薦人になったんですかと、決してあの追及するとか、中傷票とかもちろん全くなくて、素朴な疑問として聞かれているなと思ったんですが、これは実は逆さまなんですよね、逆さまっていうのはですね、2年前にまああの正直なりたくなかったですよ、なりたくなかったけれども、やむを得ないと思って国会議員になりまして。 国会議員になった以上はですね、はい、政局から身を引くなんてことはないです、はい、それは逆で、えー、あのもう一回言いますよあの、いただいた質問がおかしいというんじゃなくて、今回は、えーはい、おかしいのもいろいろあるんですが、はい、今回は全くおかしくない、はいあの、おかしくないけども実は話が逆さまで、どこにでも首突っ込まないといけないんですよ。 あの国民に選ばれた方々が争うのが政局ですから必ず首突っ込んでわれ感せずとかね、えー、自分だけ、えー、清く楽しく美しくね、はい、こう距離を置いて俺は政治献金受け取ってないんだから派閥に属さないんだから都道府県連も属さない、ね、私だけはあの高みにいてねあの綺麗にみんなを見てんだって、はい、そんなこと僕はするわけないじゃないでしょうか <laughs>、はい、それだったら虎ノもニュースに出てこの問題発言もいちいちしないん <laughs> あのそうではなくて、うん、全部に首突っ込み、全部に誰にでも、安倍総理にでも、石破さんにでも、はいね、あるいは自由民主党関係なくて、共産党の志委員長にも、直接目を見て意見を言うためには、自分はいかなる利害関係からも自由で、はい、誰にも依存せず、お金も一切、1円ももらわず、どなたからも、一平ちゃんからもらわ,もらわず、誰からももらわず。 だから、どっかの団体と結びつかない、だから例えば防衛産業と癒着してないので、逆にこの間のような、次の戦闘機は国産にすべきだと言って、そういうことを防衛産業の中でも理解する人がいるから、癒着関係もいろいろ作ってらっしゃるでしょうが、僕みたいに全然違うところからの意見も聞きたいから、エンジンの写真も唯一撮らせて、発表、公表させてくれる。だから,だから,だから 当然、この総裁選挙なんかはこ,こうやってごりごりに首突っ込まなきゃいけないんですよ。ただし、安倍さんにしろ、石破さんにしろ、推薦人になってくれっていうこと自体、全く何も聞いてないわけ、それでですね、総裁選の告示が7日だったでしょ、7日だったからあれは2日前か、つまり5日か4日はちょっとそのであで、正確に忘れましたけども、 とにかく直前になってからということは僕はやっぱり俺はどちらの陣営にも推薦には関係ないと思ってたわけですよ、えー、でただしあの多分国会議員の中で一番早いうち方じゃないでしょうか安倍総理が参戦されるべきだとそれは安倍晋三という人のためじゃなくて日本の国益のためには安倍総理の参戦しかないってことを産経新聞のインタビュー記事でも明言してるし虎のもでもずっと言ってたと思いますよね。はいはい、で他のところでも あの公の場でいつも申してました、えー、だから石破さんの方から頼んでくるとありえないけれども安倍総理の側からもお全くなかったんですよで実は土曜日の独立後援会はオフレコの場なんで、えー、もっともっと詳しく、はい、あのお話はしましたけれどまあ,あのこの場では音楽の結論だけ言うと要するに頼まれたことがない。はい それでもうあの総裁選の告示まで数日になったからあの当然あの、もう話はない、ね、だから淡々と一あの所得議員として安倍さんに1票を入れましょうとこれは無記名なんですよね、うんうん、無記名だから余計話がややこしくなってるわけですけど、うん、無記名だからど私は入れましたと、はい、安倍総理に入れようと思ってるし入れましたって報告もそのまましようと思ってたら突如電話がかかってきて。はい 安倍総理の推薦人にぜひなっていただきたいというのを総理ご自身じゃなくて政権中枢の人からかかってきてですねそれで僕はどうしたかというと即あわ分かりましたとだって自分はもう態度鮮明にしてるわけですからそれでその後また一と言もないんですよただこうじゃないかと思ってる理由はですね えっとね、まずあの自分がその推薦人に実は、うん、これ言うと逆に後されるかもしれないけどできればなりたくなかった。えー、それは立場がはっきりするとか政局に気分突っ込むのは嫌だからじゃない。それは分かっていただきましたよね。じゃ逆に僕以外の方々は今回の特に安倍陣営の推薦人とどう思ってるかというと、はい、こういうのって前をたどればわかるんですよ。 2012年の総裁選挙の時に推薦人になった人は多くが閣僚になってねそうでなくても何かの役職をあの役職に疲れてるわけですよであえて言うと20人しかないわけですよ推薦人はね20人以上ないと出馬できないから野田聖子さんは今回も諦めたけれども安倍総理のように強い立場からいくと20人しかない枠がで推薦人になると 何らかの地位がついてくることが多いからあああの僕は直接聞いたい人もいます推薦人になりたいんだけど「ああてんてんてん」って言うから「ああすいません僕はそんなこと関与しません」と「僕は、えー、政局にはどこでも首突っ込みますと」と、はいね、それから志を同じくする仲間の人も結構いますと、えーね、いますがその推薦人にあなたを押し込むとかねそういうことはしませんと。<laughs> はい はい、た,たらーっていう感じだったんですけど <laughs>、はい、そのタラーは推薦人そのものが目的じゃなくてその後の処遇なんですよねそれでこれはいわば当然っちゃ当然なんですよ<ー>で僕の自分の生き方をあの人生全般についてそうですが他人に、えー、押し付けしないのはもちろんですけれども推薦も特にしないんですよ 自分はたまたまこう生きてて参考になるんだったら幾分参考にしてくださいねっていうだけですからだからその他の方々が推薦になれたくてでそこから例えば大臣なら大臣の道を目指されるってこれよく分かるんですよ。地元からの要望もあればでそういう方々は支持団体もあれば派閥もあれば周りがもうこてこてガチガチに固まってるわけですからで特に衆議院はそうでしょうね。 あ,のこれあえて言うと世の中正しいことだけで全部塗り固めるよりは、は善悪いろいろあった方がいいんですよあ、一人の人生でもそうだから、だから僕はそういうの認めるんで、他の人の生き方としてはですね、だから20人それで生まればいいと、はいね、それで、特に無派閥ですから、派閥にとってメリットはないでしょ、だから、まあ、はっきり言うと、ご縁はないと思,思ってたわけで,すで,でも、即受けたっていうのは、それは態度鮮明にしてるからであって。はいはい ただ推薦人になったからといってあの何にも義務はないんですよ。これ多分派閥に属してたら色々あると思うんですよね、はい、え義務はないんだけどもなんとなくそこはことなくじゃなくて伝わってきてんじゃなくて何も伝わってこないんで自分で勝手に考えると2年前の参議院選挙で僕にあの入れてくださった48万1890人っていうのを、はいえっと、複数のオールドメディア、はい、それも予算のあるとこ。 それから複数のインンテリジェンスがななんんんでここに入ったんだっただていうことつまり政府活動をほとんどしてないし大体出馬表明が遅すぎるねそれから本当は知名度も全国津々浦々知られてるかそんなことないですよあのアンカーやってた関西中心にねでしょでも出た人は東京の方が多いそういうこともあっていろいろ調べた結果ですね僕の方にまあいくつもあのなんか頼んでないのにあので あまあ、一種の調べた結果をやってきたんですが、はい、入れた人の多くが自由民主党大嫌いな人なの <laughs> だって僕も嫌いだもんあまた問題発言が好きなわけんかい, <laughs> <laughs> い,いや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 でも今<に>これだけ日本語で伺う気はないですけどそ,のそんなに直球でおっしゃらないといたい自由民主党って <laughs> それそれで 決闘の時に自主憲法制定って言ってって、えー、あのセリーナ・ウィリアムズになっちゃいますよ僕はいやライアーじゃないですかどれだけあの命かけて、えー、あの自主憲法自主憲法どころか、えー、一し変えられてないのに、はい、そうそ好きですなんて言ってられるわけがないじゃないですかで癒着の権下、はあ、利権構造そのもの、はい、ね、うん それでもう目先のことしか考えないから外国人労働者すぐ入れる、目先のことしか考えないだけじゃなくて、自分の選挙区の体育館とか、橋とか道路とかのために財務省の言いなりになって、このみんながまだ苦しんでるところ、賃金上がらないところに消費税10%にしようと、安倍総理も含めて、それで好きですねなんて言えるような政党じゃないじゃん、ないじゃんでも、他の政党はもっとひどいと。 で自分だけ清らかに無所属でいて、まあ人気投票みたいに考えて選挙、で6年間、参議院は安泰でいられるから、まあはっきり言って、そういうタレント議員がすごく多いんですよ。僕は一番一番最初じゃないけど、途中でそのアンカーとか出始めた頃にね、のその出馬要請をなぜ断ったかというと、そのそういう知名度を頼りにして出た議員は、ほとんど活動してないって僕は言ったんですそうすすると僕に頼んだ人がですねこれもあのー ちょっと実名いっちゃおうか、今、<laughs> 経産大臣の瀬古裕重さんがね、はいはい、あのー、依頼してこられたから、これ言ったら、えー、いやそ、そうなんだよねって、これね、名前伏せますけどね、これ全員が知ってる有名な番組に出てたね、えー、そのーまあタレントっていうか、もともとはタレントじゃないタレント化した人がね、はい、要するに6年間の任期中ね、参議院の、えー、5年ぐらいね、何にもしないと。もちろんん朝の部会ななか出てこい 要するに家を7時間でなきゃいけないから、出てこないと、で何にもしないと、どこにいるのかも分かんないと、でも文句われたら嫌だから、本会議とかに出てくると、それが5年経って、ですねもう当然次出ないと思ってたら、瀬子さんのところ頼みに来て、土下座ですって、なんか団体つけてくれと、実はですよ、瀬子さん、そういうの絶対口調しないから、これはひどいと思ったんですよって言ら、ほらって。 ね、ほらって言ったら聖子さん、青山 <laughs> さん、そんなわけないじゃないかってから、いや、でもそ,そういうそのあの知名度大の人気投票みたいな議員になりたくないんで、あの僕は出ませんと、うん、言ってたわけですよ。ね、で、あのー、それだから、今までの自由民主党の選挙のや,あのやり方とか政治のあり方っていうのは、僕は当然批判的で、アンカーでも、ね、民主党政権の時だけじゃなくて、民主党政権だけじゃなくて、自由民主党政権のそう言ってたわけですよ。<laughs> それで調べてみたら、その僕に入れたい人が、自由民主党を支持したことないっていう人が、もちろんあの50万近く全員調べたわけじゃないけど、そのピンポイントで調べてるわけですけど、もうほとんどそうだと、それからもう一つ、非常に大きな特徴があったのは、選挙に行ったことがないと、だから自由民主党は嫌いだけれども、じゃあ,あ、共産党とか社民党とかね、あるいはかつての民主党とかに入れたいかで入れたくないから、選挙に行かないと。どうせも行かなくても全然 一票とか,か関係ないと思って行かなかった人が、どわ、うん、ーっと、えー、行ったんだと、えー、それでこれは実はやっぱ肝心なことで、僕は自由民主党の議員をあの正直苦しみながら2年間やって、やっぱり自由民主党の内側から食い破らないとだめです、えー、これは絶対正しかった、はいはい、今後もそう思います、したがって、多分その安倍総理ご本人がどうか分からないけれども、安倍陣営が考えているのは、その自由民主党に批判的で、自由、えー、民主党が嫌いで、えーえー、今まではその、 お選挙に行かないぐらいだから、党員、うん、にもなってないと、はい、もちろん、ね、年間4000円払って、で<ー>家族ですと2000円ですけれども、とにかくそうやってお金を払ってです、ね、はい、それは5000円が5万円だからどうというよりは、とにかくお金を払って、わざわざ住民票の党員になる人がいないはずが、まあ、あの僕を通じて、僕の事務所を通じてなってる人が結構いらっしゃるんですよ、<ー>数少ないですけどね、うん、いらっしゃるんで、そういうところに期待する。でそれは 僕はそのもちろん、計算的な面もあると思いますよ、いわゆる党員票がやや弱いんじゃないかと、これ,これもね、だからニュースで言うと、国会議員票に比べると、石破さんがさ下が割取るとしたら、そのまあ、本当は安倍総理の側は7割取らなきゃいけないのに、7人取れるかどうか分からないっていうのは、党員票が弱いってことで、これは森かけの宣伝が効いてるわけですよ、えーね、この僕の古巣の共同通信、ここは元本社のね。 この上が、上がってこのビル全体が本社だった共同通信が、森竹は安倍さんが悪いと、怪しいんだと、おかしいんだということを、もう社説でも何でも延々流してきたんですよ、はい、ずっと、えーで、それを地方支部はほとんどそのまま記事にしてるから、だから地方で弱いわけですよ、えー、でそこにその僕は推薦になることで、少しの変化があればいいなっていうのも、そういう計算もある、明らかにあるだろうとう、何にもあの安倍陣営から言ってこないから、あの推測ですけど、えー、あるだろうと思うんですよ。でも同時にね 確かに今まで選挙行かなかった人がそして今まではもうあの自由民主党と距離を置くだけでそれこそ頭突っ込もうとなさらなかった有権者の方が突っ込んでいただいて自由民主党を内側から破るとそれは幕末考えてください幕末って外から来た人がやったんですか全部内側の武士ですよそうですね お役所さんにあるいは商人の方々に渡していって騎兵隊を作ったっていうのが象徴するようにねもちろん良くない面もいろいろあったわけですからそれは当然なんですよいいことだけじゃないでも内側から悔やぶったから幕末ができて明治国家っていう誇り高いアジアの独立を作ろうとする国が現れたわけです最終的に第二次世界大戦で負けたけれどもでも日本の歩んだ道ってそういうことですからだから150年前のその一番あの 国の青春だった時代をもう一度蘇らせるためにはあえて言いますが自由民主党の内側から変えるしかないですこれは2年間の僕なりのまあ、途中経過の結論なんですよだからあのそういう意味で推薦人になり、はい、従って推薦になった直後に桜井よ子さんの言論テレビに出て、うんえー、桜井さんが途中で実は心配なさったの<ー>あなた安倍さんの推薦になってるのに安倍さんの批判ばっかりじゃないのとい <laughs> そう、当たり前じゃねえ <laughs> これ僕は、いや、僕はもう水薦になりましたんで、安倍さんってあのこ、こんなにあの素晴らしい政治をやって,って、<laughs> 外国人労働者もきっとあの受け入れた方がいいんでしょう。ね憲法も、まあ、自衛隊合憲だけで済ました方がいいんでしょう。おし,おしまいでしょ、それ。<laughs> もうここにあの来て発信する資格もないですよ。<laughs> な,ないですよ。はい、<れ>岡本ちゃんや一平ちゃんと連携して、うん、カメラマンの方、スタッフの方と連携してね。 ある意味安倍陣営は困った人推薦 <laughs> 自分で進んで爆弾を抱えにくれた爆弾って申し上げてい,いやだから <laughs> 普通だったら普通の政党だったら「えー、先生いや本当はもう向こうは先生」って言っちゃうから、えー、で僕はいちいち向こうに「さん付け」て呼んでるのにこっちも「さん付け」て呼んでほしいって意味なのに、はい、向こうは「先生」とおっしゃるでしょ「はいえー、先生」「推薦になられた以上は」 まあ虎ノ門に出ていただくのをやめろとは言いませんがまあできれば良き面をですねとか言う,言うでしょう普通 <laughs> いやいやこれ民間の会社とかで役員選挙加盟あるとしたらなりますよ何にも言ってこないですよね <laughs> <に>それは野獣をあのり放 <laughs> ってんのって野放し,とか,か,のしかかわらないこれ <laughs> <ら> <laughs>、はい、また今日も問題発言てんこ盛りですよね <laughs> 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 しかも今日これから事実上の,あのスタートなのに安倍さんも心配されるっていうね。ははいい <laughs>